ベッキー・リンチのリングネームで知られるレベッカ・クインはアイルランド共和国の女性プロレスラー。現在は WWE に所属。10代でプリンス・デビットとポール・トレーシーが開いたレスリングスクールに入門。2002年11月11日、レベッカ・ノックスとしてデビュー。キャリア初期には母国アイルランドで活動。NWA アイルランドでイギリス人のエデン・ブラックと対戦も敗れる。 2006年、島初参戦。2月12日のデビュー戦で、アリソン・デインジャーに勝利。2005年11月に初来日。IWGP のメインで、アジャコング、グラン・ハマダとタッグを組むが破れる。9日に、後楽園ホールで、バトルロイヤルに出場。2006年8月に、再び来日し、13日の根を板橋、グリーンホール大会にて、裏井売りに勝利。 17日のザ・ウーマン新規バファーストリング大会では闘牛、ソラと組み、ガミ木村京子に勝利。18日のネオでは宮崎雄飛と組ラーマポーラ木村に勝利。20日にレッスルエキスポ2006で木村とシングル対戦するが、敗れる。NXT2013 年4月8日、WWE とディベロップメンタル契約を結び、入団。 NXT に所属する。8月29日、リングネームがベッキー・リンチに決まる。2014年6月26日、NXT にてデビューを果たし、サマーレイと対戦。サマーレイがシャーロットとサーシャバンクスと仲間割れをしていたところに隙をついて丸め込み、デビュー戦を勝利で飾った。w w e 年月日、シャーロットとサーシャバンクスとに、 WWE へと昇格。RAW にて、リング上で、マイクパフォーマンスをしていたチームベラーに対して、ステファニー・マクマホンより、ディーバ戦線に革命を起こすことを宣言され、呼び出される形で登場。自身とシャーロットは、ページと PCB、そして、サシャは、ナオミとタミーナスヌーカと、チームビューティフルデンジャラスなるユニットをそれぞれ、結成した。 2016年9月11日、バックラッシュ2016にて新設された、WWE スマックダウン女子王座争奪6パックチャレンジマッチに出場。最後に、カーメラにリスアーマーを決めて、ギブアップを奪い勝利。初代王者に輝いた。2018年9月16日、WWE ヘルイン、エーセル2018にて、WWE スマックダウン女子王座を保持する。 シャーロット・フレアに挑戦。最後に、シャーロットのスピアを切り返して丸め込むと3カウントを奪い勝利。ベルトをダッシュした。11.18サバイバーシリーズでのロンダ・ラウジーとのチャンピオン・ VS チャンピオンマッチが決定した。しかし11月12日の、同週版にスマックダウン女子軍と共に乱入。ベッキーは大流血し、診断の結果尾骨骨折と、 脳震とうでサバイバーシリーズを欠場。ラウジーとの対戦は不可能となった。12月16日の WWETLC では、シャーロット、アスカとのトリプルスレッド TLC 戦での選手権試合を行ったが、アスカがベルトをダッシュされ王座貫落となった。2019年1月27日、ロイヤルランブル2019でアスカとスマックダウン女子王座戦を行うが、 変形アスカロックに破れる。その後に行われた女子ランブル戦で28番目に、登場したラナが入場中に足首を痛めリングに上がるのが困難の時に、ベッキーが登場。関係者からの許可を得て出場し、最後にシャーロットと争った。試合は、ランニングビッグブートを避けつつ、ショルダースルーで投げ飛ばすもロープをつかみつつ、エプロンに踏みとどまったシャーロットを、 クローズラインで落として初優勝を飾った。翌日のローに登場し、レッスルマニア35でのロー女子王座戦で、ロンダラウジーと対戦するはずだった。しかし翌週のローで、ロイヤルランブルでの怪我の状況に、ベッキーは診断を受けてないことが判明。そのため、ステファニー・マクマホンから無期限出場停止処分が課せられ、さらにトリプル H にビンタ。さらに十一日放送では、 暴言の謝罪をしたが、CEO ビンス・マク・マホンが、シャーロットともに登場。結局ビンスに対して、謝罪拒否。ベッキーは60日出場停止処分が決定。レッスルマニアでの対戦ができなくなったが、そのロンダは、同25日の RAW で、オーザベルトを置き、翌週に正式返上が決まるとそこで、ベッキーの出場停止処分を解除と同時に3月10日の、 ファストレーンでシャーロットとの RAW 女子王座決定戦が行われることが決まった。そのファストレーンはシャーロットの猛攻に苦戦するが終盤にロンダが乱入し、ベッキーに暴行。ベッキーが反則勝ちとなるが王座獲得にはならず、逆にレッスルマニアはこの3人による RAW 女子王座トリプルスレッドマッチが行われることとなった。そんな中、 26日のスマックダウンでシャーロットがスマックダウン女子王座を奪還。それを受けて4月1日の RAW の冒頭でステファニー・マクマーホンがレッスルマニアのトリプルスレッド戦を2番組の女子タイトルをかけた試合にすると発表。同番組ではベッキーはシャーロットロンダと組んでライオットスクワットに解消したが直後に仲間割れを起こして 警察さたまで発展してしまった。そして迎えた、レッスルマニアはシャーロットをリングに置いたテーブルにロンダと協力して叩きつけ葬った後にロンダと直接対決となり、ファイヤーマンズキャリーで持ち上げられると切り返しつつ、丸め込んで、両女子王座を獲得した。2020年5月11日放送、RAW で妊娠を発表。同時に、両女子王座を返上。 WWE 老女子王座、WWE スマックダウン女子王座、ありがとうございます。